どうも、ショピンです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。幸せをお金で買う5つの事業っていう本があります。でこれ僕まあ読んだことあるんですけど、その本にはこんなこと書いてありました。クレジットカードを多用する人、愛用する人っていうのはデビットカードだったり現金でその都度支払いをする人よりも 400% 負債が多いと。であとはオークションで現金払いをする人よりも平均で 2.1 倍も高い金額で落札をする。あとは月末の請求額を 30% 低く見積もる傾向がある、まあ、そんなことが書いてあったんですよ。で僕その本読んでる時に仕事用でエポスカードで、プライベート用で楽天カードっていう感じで、そのクレジット2枚持ちで 100% クレジット払いのライフスタイルを送ってたんですね。でエクセルとマネーフォワードにその日何にいくら使ったのかっていうのをちゃんとこう記録を取っていたので、まあ、そんなにねめちゃくちゃこう無駄な出費があるかって言われたら、まあ、ない自信の方が強かったんですよ。でもそんな中でもやっぱなんか出費が今月増えたな、やたら増えたな、やたら多いなとか思った以上に多いなっていうのがすごくあったんですね。なのでちゃんと管理できてないなっていうところを反省して、なんか変えなきゃっていうのはすごい思ってたんですよ。でその時にこの本の情報が飛び込んできました。なのでせっかくだったらちょっと僕もデビットやってみようかなと、面白そうだしやってみようかなと思って、こちらの楽天銀行と提携しているマスターカードのデビットカード、はい、こちらを作ってみたんですね。で、これだけでもう支払いをするようにしました。はい、仕事もプライベート用もこれで支払いをするようにしました。ね、マネーフォワードの履歴のところではしっかりとこれは仕事ですよ、これはプライベートですよっていうのは分けてるんですけど、はい、そんな感じでやっていました。で、それでじゃあ実際どうなったのかっていうことなんですけど、トータルは正直変わんなかったんですよ。トータルの支払い金額、総支払い金額が変わんなかったんですけど、その結局その何でしょう、デビットに切り替えてから住民税と健康保険料っていうのがボーンって請求来たんで、それをまたボーンって一括で払ったんですよね。なんでそれを含めてトータルの金額が変わらなかったんですよ。なのでその税金分がなかったら純粋な、プライベート用と仕事の支払いっていうのは 50% 減になったんですよね。うん、まあとはいってもちょっと削りすぎた部分もあるかもしれないんで、まあ、それはこれからおいおい調整していきますけど、まあ、とりあえず減りました。じゃあ何が違かったのかなっていうふうに僕なりにちょっと体験談を含めて考えてみたんですけど、そのクレジットで払っている時っていうのは、例えば取引先との商談で地方に行く時があるんですけど、その地方に例えば名古屋に行きました、旅費だったり交通費っていうのはちゃんと回収できる投資なので、こっちの仕事用のカードでボンボン払えるんですよね。でも行った先での食事だったり、まあ、飲み代、飲み食いだったりお土産代っていうのはプライベート用で払うんですよ。でそのプライベートで払う時もその投資っていう感覚になっちゃうんですかね、うん、やっぱ仕事で行ってるんで全部投資って思っちゃうんですよね。なのでプライベート用のカードでこれは必要だから買うってことをやってたんだなって思いました。まあ、ちょっとよく分かんなかったらすいません。そうで、あとクレジットカードで支払う時ってその銀行に反映されるまでタイムラグがあるんですよ。なので月額サービスで支払っていたりとか、例えばメルマガだったりサーバーの管理費用っていうのはクレジットで払ってるんですけど、それを記入し忘れちゃったりとか、陰で引き落とされている部分も把握できればよかったんですけども、ちょっとそこが落ちてた、欠けてたなっていう部分はすごい反省としてあります。はい、なのでこっちに切り替えてからより見える化になりましたね。はい、そうで、あとは先ほどの予算の話じゃないですけど、しっかりと予算を考えた上で支払いをするので、仕事で支払うときは全部投資として支払うのは当たり前なんですけど、その普段のプライベートであっても無駄なお菓子じゃないとか、その余計なもの買ってないとか、本当に健康を買ってますかとか、そういうのを自分で言い聞かせるようになりましたね。さっきのその幸せをお金で買う5つの事業にもあったように、やっぱそのお金を使ったらやっぱその幸せを買いたいっていうのがあるんですよね。なので、その消費だったり浪費っていうのを全部幸せを買うための投資にしていきたいなっていうふうに思いました。まあ、でもそれはなんか具体的に数字でシェアできるかって言われてちょっと難しいと思うので、まずそれもね、まあ、体験談でシェアできたら
ね、嬉しいです。まあ、とはいってもこの動画でデビットカードおすすめですっていう動画じゃないんですよね。あのデビットカードは、まあ、ちゃんとデメリットもあって、あの分割やリボ払いができないだったり、利用できない場所があったり、あとは紛失した時に保証額の上限がやっぱ低いんですよね。あとはクレジットカードのヒストリーが作れない、信用のヒストリーが作れないとか、あとポイント還元率はクレジットカードよりも低いとか、あと時間帯によって利用できないとか、まあいろいろデメリットがあるんで、そのデメリットを、まあ、デメリットと思わない人が作ればいいと思います。僕は今回の体験でその 400% 負債が多くとか 30% 低く見積もってるっていうのはあまりこう数字では感じられなかったんですけど、まあ、でも実際そういうデータがあるみたいなんで、この動画を見てくれてる人もその後払いにをメインにしてる人っていうのは、そういうついついそうなっちゃう、ね、危険というか、まあ、そういうのあるみたいなんで、ぜひぜひそこを意識してもらえたら、逆にこうね、クレジットカードを主体的に使えるようになると思うのでおすすめです。ということで今回はクレジットカードからデビットカードに切り替えて 1,2 ヶ月が経ってぶっちゃけどうだったっていうところでシェアさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。今回の話がちょっと面白かったで参考になりましたと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。